メッセージパッシングインターフェースとは並列コンピューティングを利用するための標準化された規格である。実装自体を指すこともある。複数の CPU が情報をバイト列からなるメッセージとして送受信することで協調動作を行えるようにする。自由に使用できる実装としては、ピッチが有名である。他にも商用ベンダなどによる独自の実装が存在する。 ライブラリーレベルでの並列化であるため、言語を問わず利用でき、プログラマが細密なチューニングを行えるというメリットがある一方、利用にあたっては明示的に手続きを記述する必要があり、ロックの対処なども、プログラマ側が大きな責任を持たなければならない。業界団体や研究者らのメンバーからなる MPI フォーラムによって規格が明確に定義されているため、 ある環境で作成したプログラムが他の環境でも動作することが期待できる。MPI への取り組みは1991年夏にオーストリアの山荘での小規模な研究者のグループのディスカッションから始まった。その議論は翌1992年4月29から30日のバージニア州ウィリアムズバーグで分散メモリ環境のためのメッセージパッシング企画の 標準化についてのワークショップに引き継がれた。このワークショップでは、標準的なメッセージパッシングインターフェースに必須となるであろう。基本的な機能について議論され、標準化に向けて、ワーキンググループが設立された。ジャック・ドンガラ、ロルフ・ヘンプル、トニー・ヘイ、デビット・ w ウォーカーは1992年11月にドラフトを提案し、これが MPI1 となった。 1992年11月には MPI ワーキンググループの会議がミネアポリスで行われ、そこで標準化プロセスをより公式な仕組みに乗せることが決められた。MPI ワーキンググループは1993年の最初の9ヶ月間は6週ごとにミーティングを行った。MPI のドラフトの標準企画は1993年11月の スーパーコンピューティングカンファレンスで発表された。パブリックコメントの期間を経て、その内容が MPI に反映され、1994年6月に MPI バージョン1.0がリリースされた。これらのミーティングと E メールでの議論が MPI フォーラムそのものであり、このフォーラムへの参加の権利はハイパフォーマンスコンピューティング関係者の人たち全員に開かれている。 この頃 MPI に対しては、欧米の組織を中心に40の組織から約80人の人々が関与していた。大手の系列計算のメーカーの多くが参加していた。他、大学や政府の研究機関やその他の企業からも研究者が参加していた。MPI の標準では、コアライブラリーの公文と意味論を定義することによって、ホートランやシーで、 移植可能なメッセージパッシングを行うプログラムを幅広い分野で作れるようになっている。MPI は基本的なルーチングの仕様を明確に定義して並列計算機のメーカーに対して公開しているので彼らはそれに基づいて効率的に実装を進めることができる。その結果各メーカーは自社製品のマシンに低レベルの MPI 標準に準拠したルーチングの 実装を搭載し、さらにその上に工事の分散メモリ通信環境のルーチンを乗せることができる。MPI は単純かつ基本的で移植可能なプログラムを書くことも可能である一方で、ハイパフォーマンスなメッセージパッシングを先進的な計算機の上で行うようなプログラミングも可能である。メッセージパッシングの本当の意味での標準を目指そうという考え方に従って、 MPI ではどれかの製品の機能を標準に採用するというやり方ではなく、いくつかのシステムから最も有用な機能を MPI 取り込むというやり方が取られている。各機能は IBM 由来、Intel 由来、Nube 由来、PVM 由来、Express 由来、P4 由来、パーマックス由来のものがある。メッセージパッシングという手法が人気があるのは、広い移植性と、 分散メモリや共有メモリでのマルチプロセッサによる処理、ワークステーションをネットワークで接続したものやそれらすべてのような複合的な環境に対して適用可能なためである。この手法は様々な構成やネットワークの速度、メモリアーキテクチャに依存せず適用できる。MPI は ARPA と アメリカ国立科学財団のグラント ASC-931330NSF Science and Technology Center Cooperative Agreement No.CCR-8809,615 ヨーロッパではエスプリプロジェクト P6643 から活動資金を供給されているほかテネシー大学は MPI フォーラムを資金的に支えている MPI は、プログラミング言語とは独立の通信プロトコルで、並列計算機上で動くプログラムに使用される。通信は、ポイントツーポイントとグループ通信の両方が、サポートされている。MPI は、メッセージパッシングアプリケーションのための、プログラミングインターフェースで、プロトコルとセマンティクスを定義することで、すべての実装において、その機能がどう振る舞うべきかをしようとして定めている。 MPI のゴールはハイパフォーマンス、スケーラビリティ、移植性である。MPI は現在でもハイパフォーマンスコンピューティングにおいてはよく用いられる手法である。MPI は有名な標準の承認を得た企画ではない。しかし MPI は分散メモリ上で動作する並列計算プログラムのプロセス間通信のモデルとしてはデファクトスタンダードとなっている。実際に コンピュータークラスターのような構成の分散メモリ型スーパーコンピューター用のプログラムでは MPI はよく採用される。MPI-1 のモデルは共有メモリを一切必要とせず、MPI-2 は限定的に分散共有メモリの概念を導入している。にもかかわらず MPI のプログラムは共有メモリ型の計算機で使用されることもよくある。 これは共有メモリ型のプログラミングのモデルに対して MPI 型のモデルの設計の方がヌマアーキテクチャーのシステムではメモリアクセスの局所性などの点で適しているためである MPI は OSI 参照モデルの役割に当てはめると役割としては5層以上に対応すると考えられるが実際の実装ではソケットと TCP を使用しているためより広い範囲をカバーしている 多くの MPI の実装では C、C、フォートランから直接呼ぶことのできるいくつかのルーチンを中心として構成されている。そして C や Java、Python などの他の言語は C などで作ったライブラリーを返せば MPI を利用できる。MPI が MPI 制定以前のメッセージパッシングライブラリーよりも優れているのは移植性とスピードである。 MPI はほぼすべての分散メモリ環境で実装されているので、それらの環境間ではどこへでも移植可能で各ハードウェアに対して実装されるときに最適化されているので高速に動作する。MPI は言語独立の使用を採用しているため、どのような言語からでも呼び出せる。最初の MPI の標準は、ANC シ,シートフォートラン -77 との バインディングの使用とリスであった。ドラフトの使用は1994年のスーパーコンピューティングのカンファレンスで公開され、その後すぐに承認された。2008年の MPI-1.3 マイナスは128関数から構成され、それが MPI-1 マイナスのシリーズでは最後とされている。MPI は現在ではいくつかのバージョンがあり、は的な環境下における、 メッセージパッシングのために使用され、MPI-2.2 は並列、I、O や動的プロセス管理、遠隔メモリ操作等の新機能を含んでおり、MPI-3.0 はグループ通信のノンブロッキング拡張やリモートメモリアクセスの片方向通信の拡張などを含む。初期の MPI1X の実装としては、MPitch があった。MPitch は、 アルゴンヌ国立研究所とミシシッピ州立大学を中心とするプロジェクトであった。IBM も初期から実装を提供しており、1990年代初期のスーパーコンピューターのメーカーも商用人ピッチの実装や自社の実装したものを提供していた。オハイオスーパーコンピューターセンターのラム MPI も初期に公開されていた実装の一つである。 ANL は10年以上にわたって、ピッチの開発を継続しており、その後んぴっち2に発展し、実装としては、MPI-2.1 が提供されるに、至っている。ダム、MPI といくつかのプロジェクトは、オープン MPI に統合された。FT、MPI from the, テネシー大学 LAA、MPI from los alamos 国立研究所、ダム、MPI from, インディアナ大学ブルーミントン校通常 MPI 実装は以下のようなラッパーコンパイラを提供する m p i c ショーまたは m p i c ショームを実行すると実際に実行するコマンドを確認することができる。プログラムの実行には NPEXEC または m p i l を用いる。ノード間通信は RSH や SSH あるいはジョブ管理システムとの連携により行う。以下は ハローワールドプログラムを C 言語で MPI 対応版として書いたものである。この例では、ハローメッセージを各プロセッサに送信し、受信したデータを少し改変して、結果をメインプロセスに返し、それを画面に表示する。ハローワールド MPI テストプログラム。include MPI H Include Studio H Include ストリング、H。デファインブーフサイズ 128.INT メイン。MPI 環境を初期化する。これ以降、全プロセスが使える。MPI ユニット。全プロセス数を取得する。INT ヌーンプロックス。MPI コムサイズ。プロセスのランクを取得する。INT マイード。MPI コムランク。MPI ステータススタット。 const int tag イコール0チャーイドストゥルチャーバフブーフサイズこの時点で全プログラムは同等に走っており spmd モデルの中でこれらを区別する場合にはランクで見分けるただしランク0のプログラムは特別な処理をしていることもある if プリントフ方スプリントフ mpi センド方 mpi リクフ プリントフ、エルス、ランク0から受信、MPI 陸フ、スプリントフ、ストランキャット、ストランキャット、ランク0に送信、MPI センド、MPI ファイナライズで MPI のプログラムは終了する。ここは弱い同期ポイント、MPI ファイナライズ、リターン0。4MPI プロセスでプログラムを実行すると、以下のような結果が得られる。 例、WeHub4 プロセシーズ。例、ハロー l 1プロセス1レポーティングフォーデューティー。例、ハロー2プロセス2レポーティングフォーデューティー。例、ハロー3プロセス3レポーティングフォーデューティー。オープン m p i ありがとうございます。